子供たちが持つ赤にあなたは何を感じますか？その一粒の涙に耳を傾けてみると、本当は言えなかったこと、そして本当は伝えたかったこと、それが素敵な魔法の言葉だったかもしれない。その言葉はレッドチャイルドで、4月1日金曜日から早稲田ドラードギャラリーでスタートです。詳しくはホームページをご覧ください。